23やね。そんな言ってんと思うな。3時14分。今どうですか皆さん。22分。ん、何分ですか。23。なるほどね。だからこれ夜ご飯やったらやばい。夜ご飯ではなくない。でもさ、いつもより1時間早いから、うん、昼の日の。ありがとうございます。3時22分。間に挟まったのが気になる。これ何ご飯？のりご飯？ひまわりの種みたいなご飯の柄。公園後お腹減ります。家帰ってご飯食べる派？うん、何でも食べる。バリ食べるね。ちゃんと普通に公園前に夜ご飯は出るんですよ、お弁当がね。でも普通に家帰ってご飯食べます。だってもう消費量エグいもん、うん。多分、うん、40代女性の1ヶ月の運動量より多いと思う。分かんない。40代女性はピラティスとか行ってる人おるから。あ、最近多いもんな、うん、そう、ピラティス流行ってるから。1ヶ月の運動量より多い。あ、おもろ。いや、鮭がさ焼き上がってんねんけど。そう、お腹すくんですよ、あれだけ動いたら。でも私は一応気にしてご飯は食べへんようにしてる。ほんま？うん。でも多分そんな変わらへんよなと思ってる。てんだもん。てんだは普通にシンプルに米があんま好きちゃうから。ああ、言ってたの。うん。ほんまお米食べたい。めちゃくちゃ。牛丼とか食べて終わった後。もうちょいチンしてよかったな。確かに微妙やろ。ちょっとぬるいな。え、待って、コーンスープ売り切れてる、自販機。ん、前もやで、ね、でも最近めちゃくちゃの人気ようなコーンスープ、うん、メンバーさんだみんな飲んでる。私も飲んでる。え、うわーやん。てんな、コーン無理やで。なんでやん。カレーライス食べて、カレー食べて。私もカレーで美味しくない？お弁当で。うん。てんな、いや、カレー。でも、くっさいで。公演中。ほんまだ。報酬。ゆうき研究生です。はぁ、あ。くっせぇ。カレーな。カレー食べたいな、私も。昨日ちょうどさ、レイポンとさ、ナン食べたいって言ってさ、うん、ナン食べに行こうとしてたけどさ、レイポンが3時までやったから、そう話し会。うん。さっきに若とお寿司食べに行った。なん食べたいな。な、なんでなんやろ。この満足そうな顔。やば。チーズナンマジで美味しい。チーズ嫌いやっけ。大好き。チーズナンやばい。チーズ嫌いな子多くない。ケーキやっけ。多いよな。つまらんとか言われてんねんけど。え、失礼な。厳しめやな。厳しめ。基本私のダイエット滑ってるから。そうやな、寒い冬にはあんまり。あんま受けたことないダジャレ、正直。うん、まあ別にそれが面白いよな、きっと。滑り芸でも、滑り芸って言われるのは不服やねんな。だって面白いことちゃんと言ってるもん。うん、うん、チーズナンマジで美味しいよな。チーズナン。チーズ誰が食べられへんけ。さゆき。さゆきやな。さゆきだとマネージャーさん。さゆき。内股が最高落ちてんとか言われてんねんけど。確かに内股が最初で最後の大きいかもしれへん。うまそうやわ。だって私さ、ちょうどさ1年前にさ、うん、あれしてんね、1年前に、うん、12月24日にさ、あの内股披露してさ、1年間ずっと擦り続けてるからな、今のとこ。内股、今私1年間内股でさ、戦ってるから、この1年内股1本で。
内股一本で行ってるのすごいな、まあ、だいぶすごいよな。芸人さんもびっくり。まだ1年あと1年ぐらいいけんちゃう。芸人さんでも無理やで。そんな内股一本で、うん、一発芸一本で1年、うん、しかも同じネタで確かにずっとやってるねんけど。よかったわ最初にいいネタできて。私はでも私の点々だもん。黒一本やな。何やねん黒一本そんなことないよ。てなサーファーもあるし、うん、肩書き結構あんねんで。てないいよな。私うちも確かないもんナンバーのギャガーギャガーやから。まやカリーさんも言ってくださったから。ギャガーそれは強い。キャプテンが認めてくれたら俺は NAV1 のギャガーなんだよ。これから怖いんですよ。怖いです。ナンバー1のギャガーやから俺は。 NAB48 のダダレオって呼ばれてるから巷で。てなん食べるの早ない、うん、どうやん冷めるやん。もう冷めてんのに、うん、ちょっと冷めて嫌やねん冷めたご飯。近づいてみ画面に。うわっついてんじゃん言ったよ。てんちゃん画面国宝やって。うん画面国宝やって。確かに、うん、ま確かにって思ってくれんねや。うんてんな最初の時25歳やと思ったもん俺。うん関係ないからなそれ。画面国宝やと思う思わ。24時間何すんねやろな今年。それならみかんやろ。うん私はあのダジャレ1時間ダジャレ耐久みたいなコーナーしたい。うわちょっとそれ読んでほしい。8人ぐらいメンバーさん読んで、うん、あの物をいっぱい用意してもらって物ボケ物ボケをダジャレでやんねん、まあ、めっちゃまずいやん。即興でダジャレやってるっていう。で誰が一番ダジャレネタつきひんか24時間耐久。うわ全然あり。今日は2人のわがまま流れに入れますねやって言うたら私とテンの流れ星バレるバレる。私がピンクあのそれだけは出てないって分かってますよね多分、うん、それが一番ないのが嫌やねんな。ないから私たちはルームスにあのテンと私の流れ星を上げてるんですよ。ほんまにやりたいのに24時間どころか10分持つ。持つわ私一人で30分は持つわ。いやあんたネタないやん全然。違うね私はあの内股があの定番ギャグでもう一つあれがあってあのナイス、うん、違う即興で言われた単語でダジャレを作るっていうやつ。何芸人さんもよくあるやん、うん、あのあいうえおで言われたやつでボケるみたいな、うんうんうん、それと一緒。私は即興で言われた単語でダジャレを作る。天狗の川柳と一緒みたいな感じか。そうそうそう川柳よりは私の方がレベル高い。いや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 だって川柳俺できんで。ほんまにやってみ言ってない。うん水筒水筒はお水もお茶も入れれるよ。うんじゃあ、ま、ちちやってみた。じゃあいいよいいよ。お茶漬けむずない。ダジャレダジャレってさ2個かけなあかんわけやん。そうやで私はいけんでお茶漬けのダジャレ。えもうみんな終わる15分まだまだ。え今、うん、私と私のダジャレと天狗の川柳どっちがいいか判定してあげるよ。どっちが難しいと思う。とお茶漬けやってみて。お茶漬けダジャレ作ってみていいかい。お茶漬けえお茶漬けお茶漬けのほら遅い遅いなんでできんやんそんな。お茶漬けちゃちゃちゃお茶漬けちゃちゃちゃそれさダジャレのリズムゲームやんそれ。ただなんでも言ってたから私は私の特技は内股が1本ネタあるやんか。それもうネタというかさネタであってそれでもう1個の特技が言われた単語で即興ダジャレをするっていうやつ。えそれめっちゃすごいやん。えいつでもやってるよ俺。えすごい天才やん。いつでもやってるわ。やってるよ。うんでもそれがダジャレかどうかって言われたら確かにまたちょっと特技はギャグかもしれん。うんギャグやわやっぱギャガーや。えなんか月あるんやけどクリスマスバージョン。即興ダジャレ対決を24時間でしたいなって。じゃあ私はそこにはいないので、ね
やっぱ借りてもいいよ。宮友が店内みたいって言ってるから。先輩とさ対決したら絶対連れてきて。楽しみにしとく。先輩お父さんはさ NLB1 のさ、うん、ギャガーとは言えへん。確かに、うん、じゃあギャガーを目指す。ギャガー少なないでも9期では一番ダントツやん。当たり前ね。だからいやテンナもなかなかやと思ってるよ、まあまあ、強敵やと思う。テンナ、いやテンナも、まあ、どっこいどっこいやな、うん、もし私が24時間のコーナーをいつか年を取って考えれる機会があったら、で今日もお茶漬けダブルクイーンとして行こうや。いや負けないよ。え俺も負けないよ。負けないよ。じゃあ私は審判で一番強いポジションに。え待ってめっちゃいい匂いじゃん。あったまった。ちゃんとあったまった。ホットモットとか。うん寒いね。コート持ってきたらよかった。温まってなかったわ、うん、ちょっと普通になんか逆に寒い。結構冷たい。め冷たい、うん、ほんまに冷たかったんけど。どうしよう。えお茶漬け、うん、もっと3本いるなこれ、ま、いやもうちょいちゃう。700やで。だって700ワットでやっぱ1個ずつやらなあかんのかもしれない。いや700で2分でめっちゃいい感じだよ。え俺らも2分やで。そうえでも1個ずつ最初な1分温めて、まあ、その後2分連続でやったらダメだった。うん、カルちゃんなんか一個ずつやねんな。ねこちらこそありがとう。M1 はだって見るよ。ねみんな絶対見んねんけど普通に。あしんってさあのアナザーストーリーが好き。みじよありがとう。天な髪長いそうめんみたいで可愛い。確かに思ってる。じゃあおり焼きそばか。サンタさんありがとう。もんじゃもんじゃ焼き。もんじゃ焼きしてた。もんじゃ焼きって言っちゃう。広島焼き。めっちゃさ、なんか髪茶色く見えへんてんな。確かに、うん、フィルターじゃない。茶え、なんかさ、みんな茶色くない。私漆黒だよ。わし黒いで。見たことないもん。そう、今日はね、これあのお話し会だから。そう、全体はない。あ毛先だけ染めて切った。壁ポスターさん、化粧一家もやって。どれにもない。染めてる毛は今残ってない。切ってるから。あ染めたとか。ミッティさん、働きな毛先染めたん。そう、ロングでやって毛先だけ染めて切った。で、ショートになる。ショートというか、ボブになる。こちらこそありがとう、めぐちゃん。4日は誕生日です。あ、ミラーボール来た。何何ミラーボールやから、踊らない。うん、そういうことね。そう。天だといつも目合わせるとこあるよな。あのさ、アドレナリンのさ、ヨーラーバーキルドとで、いつも絶対こうすね。え、私さ、え、それな。私、ゆきちゃんと変顔してる。何てか、どこ。あ、ヨーラバキルザート。どこにおる。ニセリ4。あー、足がどこやっけ。足 3.5 や、ニセリ。そう、ちょうどな、反対側におって。そう、ちょうどこうなってる。どぎつい変顔してる、てんな。白目とか向いてるもん。あとは、そう、佐伯ともあるよな、私。どこや。こんなに大勢。ほわちゃんさ、たまにやばい変顔してくるんだよ。そう、あのさ、あのこんなに大勢で歌割りが真ん中におって、うん、あのお子さんの最初の2人が真ん中におって囲ってるやん、うん、で私らがさ囲ってる3人6人はさ、うん、ま、横前向くやん、うん、横向いたら目合うやん。大学生じゃねるから。それで最近私一番面白いから基本顔見えへん。横顔やしだから、うんうんうん、めっちゃ変顔する。ま、マジやばいよ。たまに呆れてってやっちゃう。いやおもろいよな。公演中の変顔ってほんまにおもろくて、ね、なんかさ怒られるか怒られないかの、せあの瀬戸際をいくのがおもろい。俺なんかもう前向いてやってるから変顔。いやそうや、私もさあのさあの何味何やったっけ、シャッケ、あのこれありやん、あのつぼみたちの。これさ、私さ若っていうかが前のね、基本ボディの時な、若っていうかが前のって、私若っていうかが後ろ向いてる、私が前向いてんねん、うん、こうもう一回やってんねんか、うん、ステージがお客さんこっちで、うんうん、でも私絶対顔見えんねん、こうなってるから、うんうん、でも変顔すんねん。それ一回見たことある。マジで、え抜かれたことある。何、歌割りが横にあって、あだから多分お客さんから完全に見えてんねん。何で見たんやろうな、その変顔やって。だからもし変なの早く見たい。生誕とかで、あの私がさ抜かれる時あるやん。生誕って基本抜かれるやん、うん、そういう時に抜かれたらやばい。え、でもさ、歌割りの時って抜かれる？若い床との隙間から私がさ、めっちゃ変顔してる。めっちゃ嫌やの。歌割りじゃない時に抜かれるかって、うんうん、あるある。生誕時ではある、うん、ほぼ映っとうから結構きつい。今日、ぜひよかったら見てください。うわ、落ちた。よかった、え、よかった見てみてください。あとは、でも私、天のあれ見たことあんねん、これ、これも。ほんま？それさ、たまにな、いや、映ってるの？映ってるねん。え、なんなのあれ。最近映り出してんの。言ってるからじゃない、よく。やばいよね。
難しい。リアル。でもこれもさ、この時とかで変顔してるやんか。してるしてる。でさ、こっちが映ってんだけど、端っこから手ならこう見切れて出てんねん歯が。どうしたら。もうそれも映っとった。今日誕生日。ぜひ客席でね。つぼみたち結構さ変顔みんなやってるよな。手な一回変顔場に抜かれてたよ。今日はつぼみたち皆さん、今日結構きつく変顔しようかな。いつもより。わあ、普通の、ちょっとほんまにこっち向いてやって。オッケー、わかった。電波悪いマジでここ。マジでさ、髪の毛茶色に見えんねんけど。あ、フィルターやって。あとオラフも来てみ。見えるな。うん。なんでよ。レナ怒って。No。何今の。一瞬も怒って。ごめん、ちょっと金欠。じゃあ今ほんまに金欠。あ、15分だったで終わる？あ、そうや終わろうか。終わりますわ。それな今日5時からなんやばない。カモネギでソロダンスで変顔しようやって。似たすぎんねんが。どっちが変顔抜かれるかチャレンジしようやって。めっちゃめっちゃもろい。めっちゃやりたい。やるわ。今日めっちゃ漏れる。見て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 。じゃあ会議戻りますやって。うまや。さすがにな。ハキレスで抜かれてくれって思ってる。ああ。そうそう。ハキると、ハキるときに変顔したいってこと？ハキレスの時テンナ変顔やったりすんでる。え、じゃあ今日さ、テンナと私がハキる時にさ、近くに来たら一緒に変顔してカメラ抜かれるまで変顔しとこうや。ありありあり。あれカメラさ、言ってな、それ赤くなってんの分かるやん、うん、だからテンナともしこうやってありがとうございましたってテンナすれ違ったら、あ、止めてな、呼んできて、ま、忘れとうか、絶対忘れとうか。いやいやな、それほんで抜いてもらえるか今日やろう。マジ変顔勝負しよう、うん、やっぱり茶色いってテンナ今日髪の毛。終わろう。店内好きで。じゃあ今日は皆さん、あの公園に来られる方も DM で見る方も、うん、あの最後に私たちが変顔して帰るかちゃんと見ててください。忘れてたらごめんなさい。だから誰かさ、うちわに変顔してって書いてください。ほんまにそれ欲しいわ。店内 VS ホノピーで変顔勝負してくださいっていう、うちわ出してたら、うん、そういうの欲しい。店内ってなるから、うん、もしあのスケッチブックが持ってる方はそう、なんかクスッとなれる。そう、確かになんかおもろいの欲しい、ね、そう、にらめっこしてとか書いてくれたら、うん、全然私たちやりますんで。対抗しに行くから、そういうのすぐ参戦したがりやから、うん、ぜひあのスケッチブックとかあればもししてね、お願いします。じゃあ終わりますか。ランキング読みますか。楽しい。ランキング読みます。13位ノーネームさんやって。ノーネームさんって、うん、メンバーさんも13位チョチョさん、ありがとう。ありがとうございます。12位マスミちゃん、12位テチコさん、ありがとうございます。11位ジャムさん、ありがとう。11位ヒガナオさん、ありがとうございます。10位ピピピさん、ありがとう。10位ベリーマヨさん、ありがとうございます。9位イチジさん、ありがとうございます。8位マチさん、ありがとうございます。8位カズさん、ありがとう。7位ヨモさん、ありがとうございます。7位マーさん、ありがとう。9位リョージョさん、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください。5位コウさん、ありがとうございます。6位ファントムさん。4位タコさん、ありがとうございます。5位マコトコ、ありがとう。3位バンドネオンさん、ありがとうございます。ケイさん、2位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。ゲイシャのクロスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位シュウゾさん、ありがとう。そして1位はハットノーさん、ありがとう、うん、ミラボールもありがとうね。こんばんは。どうしたら変顔ってカットされるの。どうしたらいいんですか。カットはされるんでしょ。アーカイブ勢やからカットされるの。ミラスじゃ電波持って言う。されへんと思う、うん、多分大丈夫だと思う。映ってるもん、天南のやつ。今日楽しんで応援してるぞ。できると思います。だからぜひ皆さんアーカイブを見てください。終わりますか。終わりましょう。じゃあ終わります。私たちはこういうの準備してきます。じゃあまた後で会いましょう。バイバイ。ありがとう。じゃあね、後でね。終わりました。ねえ、こっち電波悪すぎてさ。